白石長俊です。福島県いわき市で野菜を作ってます。震災当時ブロッコリーキャベツが最盛期を迎えて収穫してる真っ最中だったんですけれども、収穫出荷ができなくなって花が満開に咲いて、自分の目にはもうその時は白黒の花にしか見えなかったですね。やめたくてもやめれないっていう状況もありましたし、楽しく明るく美味しくっていう三原則を用いればきっと良くなるんじゃないのかなっていうところにしかもう目標は置かずに、後ろは見ないでただ突っ走ってきたっていうだけ。当時出荷できないネギがあって、でもどうにかしてこいつらを食べさせたいんだと、で萩シェフに相談したところ、まあ、焼きネギドレッシングっていうものが出来上がったんですよね。まあ、自分は農家っていう部分で、で萩さんは料理人っていうネットワークを使って同じ志を持ってもらえるような人たちに声をかけてって一つのチームが出来上がったと。老若男女に対応できるような食文化、いわきの食、ましては福島の食っていうのを、まあ、PR するだけではなくて、本当に実際に活動できるような団体でもあるのかなと思ってます。いろんな地域の人たちに、支援してもらって、自分は農家っていう立場である以上、野菜を作ってで皆さんに届けるというのが本当恩返しになるのかなと。 SNS も活用しつつ、そのつながりっていうのを保持して、きっかけ仕掛けを作っていくと。今建設中のハウスがあって、でそこは、そのハウスで農業だけをやるんではなくて、農業テーマパークと題しまして、いろいろ面白いことを考えている最中なので、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいですね。